ブレザオラブレザオラブレザオラは、塩漬けされた肉製品であり、生ハムの一種である。もともとは、バルキアネッラのもので、イタリア北部の様々な地域で様々な種類のものが作られている。これは、馬肉、牛肉、鹿肉、豚肉など使用される肉の種類、または生産方法で区別されている。ブレザオラは、通常、円柱、または、 平行六面体のような形をしているとされるが、大体は規則的な形をしている。ブレザオラを切ると、脂肪沈着及び結合組織による赤みがかった色をしている。これはスライスされ前菜あるいは主菜として出される。味付けには様々なスパイスが使用されている。スライスした後は早めに食べることが勧められる。ブレイズーラデラバレテリーナブレイズーラデラバレテリーナは、 ヨーロッパ、または南米産の牛肉から生産されている。最も使用されるのは尻肉である。ちなみに骨に近い、使わない部分からは、スリンジガというハムが作られる。ブレイズーラ・ディコバーロ、アスティケンやベネット州では、馬肉でブレザオラが作られることが多い。脂肪がないもも肉が使われる。生産手順は塩漬けし、スパイスで香りをつけ、乾燥させて最後は熟成させる。 ブレイズーラ・ディチェルボのバラ県では、鹿のもも肉、肩肉を使って、ブレザオラが作られる。これは、赤ワインをベースとしたもので、塩漬けされる。その後乾燥させ、熟成させると完成する。ブレイズーラ・デラ・バルディ・オー・ソラ、ピエモンテ州のバルドス・ソラでは、塩漬け肉としても知られる牛肉のブレザオラが生産されている。牛のシ肉が使われ、シナモン、クローブ、ニンニク、 ローズマリー、ベイリーフ、好みでジュニパーを使って味付けされる。コンパクトで、硬く、濃い赤色で、脂肪分は少ない。ブレイズーラアフィマッケイタバルキアネッラで生産される、牛のブレザオラの一種である。蝶詰めされた後、松の木を使って燻製させて作られる。もともと長期間の肉の保存を目的とした、調理方法は過去から存在しており、 長い期間を通してより良いものができるよう改良されてきた。その需要は徐々に増加しその対策のために大量生産されたが、品質が悪化することはなく、衛生面から見ると生産方法や安全面の考慮など生産者の技術も向上してきた。ブレザオラの生産に関する最初の文献は15世紀のものである。19世紀まではイタリア国内で享受されていたが、 19世紀以降はスイスに輸出されたことをきっかけに世界に広まった。ありがとうございます。